赤がポルトガル語公用語アフリカ諸国。赤がポルトガル語諸国共同体加盟国。ポルトガル語公用語アフリカ諸国は、ポルトガル語を公用語とするアフリカ諸国、つまり、アンゴラ、カーボベルデ、ギニアビサウ、モザンビーク、サントメプリンシペからなる、アフリカの5カ国のグループである。これら諸国はポルトガル語諸国共同体にも、加盟している。英語では、ポーチュギーズ、 スピーキングアフリカンカントリーズと訳される。これら5カ国はポルトガル帝国の旧植民地であり、1974年のカーネーション革命の直後に独立した。これに加えて旧スペイン植民地でありながらも CPLP に加盟する目的を持ってポルトガル語を第三公用語に追加した赤道ギニアもこれに加わる。パラプ諸国は多くの相互条約をポルトガル、 欧州連合、ブラジル、その他多くの国家、国際組織と結び、同時に、それら諸国から文化、教育、ポルトガル語などの分野の開発と保全の援助を受けている、パラプ諸国。ありがとうございます。